前回までのお話は我らが小粋な主人公マミヤオタルが憧れたマリオネットと劇的出会いだけど、何やらこの娘ちょいと他とは違っている。名前はライム、心はライト、迷路を快活、やたらに無邪気、しかも胸キュンラブラブモード、心ドキドキ、オタル君、あどうするどうなる、なんとかなるか。そんなこんなでさあさあお立ち会い。お騒がせマリオネットガール、なんだ。の強盗団は大店を中心に昨晩で連続5件、爆弾を使用したかなり荒い手口です。賊の目星はついておるのか。確証はありませんが。どうした、はっきり言わんか。どうやらガルトラントのものかと。何、使用された爆弾はガルトラント軍のものに間違いありません。なんと、加藤改めだけでは心もとない。お前たちもその賊を追え。はは。上様、もしやファウストの差し金。じい、もっと餌を所望じゃ。は、濃い目、腹を減らしておるようじゃ。上様、動じるな。せいてはことを子孫じる。さあ、餌を持て。あ、はあ。ファウスト。ぐわー、言ってんの、何事べえ。おはよう、オタル。おい、ライム、おめえな、起きるも何も、ここが吹っ飛んでくれよ。お口ぶっ壊しちまやがって。あざー、壁で指まで入ってんじゃねえかよ、ライム。ちょっと力の加減間違えちゃった。ちょっとじゃねえだろ。大体おめえは居候なんだからよ、もうちょっとこう何をするにも一歩引いて遠慮してたな。おたる、お腹空いてる？あ、まあちょっとだけって。話を聞け、話を。じゃーん。朝ごはん持ってきたよ、ほら。え、おいしそうでしょ。よくわかんないけど。え、ライム、これって朝ごはん。見りゃわかる。そうじゃなくて、これどっから持ってきたんだよ。ね、あっちでしょ、こっちでしょ、そっちでしょ、向かいでしょ。まさか。ほら、撃てる。え、どっかからマリオネット連れてきたかと思えば、人んちの目、朝飯かっぱらやがって。どういう旅券だい。うわ、待て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 て、俺だね、こいつが勝手によ。マリオネットが命令なしで勝手にそんなことするわけねえだろ。寝言は出ている。ファイターするんだって。ほら、オタルに何すんのさ。なんだてめえ、マリオネットが人間に盾つく気か。待てよ、はあ、そういうことか。オタルがマリオネットなんておかしいと思ったんだ。こいつは不良品か。あ、そうか、例の爆弾強盗にやられた大棚のガラクタ漁って拾ってきたんだぜ。解体しー。どうだどうだ、意地意識のぶっ壊れた不良品が。壊せ壊せ。ご飯時にうるさいよ、もう。この野郎、人間様に何てことしやがんだ。話を聞け。まあまあ、皆の衆、ここはわしに任せなさいと。人間様に立てつく悪いマリオネットはこのわしが成敗してくれるわい。え、ああ、僕が映ってる。成敗。
何をするんじゃ、オタル。邪魔するぜ。そうだ、そうだ。なんだよ、何の真似だよ。バカか、オタル。マリオネットをかばうつもりか。こんなのただの機械じゃねえか。頼む、オタル。頼む、壊さねえでくれ。頼む。勝手にせい。オタル、大丈夫？てんだがな、俺。こら、オタル！てめえ、気の商売もほっぽり出しやがって。首だ、首だ！オタル、あれ見て見て。向こうのも面白いよ。あのおじさん、鼻毛出てるね。うん、オタル、どうしたの？さっきから変だよ。引っ越ししなくちゃいけねえかもな。でもよ、新しい長屋に移るとなると金がいるし、そんな金ねえし、バイトはクビになっちまうし。やったやったあ、なんだこれや。花火大会。おお、もうそんな時期か。ねえ、オタル、花火って何？え、そりゃおめえよ、花火ってのはこうチュパーッと上がってドカーンと赤やら青やら黄色やらの綺麗な火がいっぱい散ってよ、それ見てたまやーってなもんだよ。たまや、うん、だからよ、こうシュパーッと上がってドカーンと赤やら青やら黄色やらって、あーもうめんどくせえな、もうとにかく綺麗な火の花が咲くんだよ、夜空にパーッとな。そうだな、いっちょ花火で嘘晴らすか。やったやった、オタル大好き。守備は手頃な大棚を見つけました。そうか、では今夜。マジンコ、そうかい。そんな面白い芸を持った太鼓持ちがいるとはな。じゃあお前に暇をやってそいつを雇おうかな。ちょっと若旦那、お願いしますよ。ね、若旦那、あってのあたいなんすから。さて、今日は何をしようか。そうだ、船遊びなんてどうだい。お、いけますな。それじゃあ猫でも 2,3 匹捕まえて、若旦那の粋な喉を魚に、灘あたりのうまいとこをコクイーと。よし、それじゃあいつもの船宿へか。おや。これはこれは、おたるくんじゃないか。花形、いっけねえ、うっかりこいつの店の前通っちまった。何をブツブツ言ってるんだい。そうだ、君も一緒に船遊びでもどうかな。ブラブラとひんまそうだし。そうそう、今朝長屋でちょっとした騒ぎがあったんだってね。見たところ顔も体も出来が今一つといった感じだが、どうしてこんなのに情をかけたりしたのやら。おいおい、勘違いしないでくれよ、オタル君。僕は君を心配してるんだよ。あ、そうだ、今うちの用心棒が不足してるんだ。タナチンもいらないし、どうだい。オタル君だけならまだしも、マリオネットまで。やかましい。さあ、行くぞ、ライム。ごめんなさい。あ、なんだ、マリオネットか。うん、マリオネットだよ。ライムって言うんだ。よろしくね。やめろ。じゃあマリオネットのくせに僕の弟の頭をなでなでするな、汚らわしい。イムジ、中へ入っていろ。何してる、早く。またね。またでも脇でも首筋でもない。今度こんなことしてみろ、一瞬にしてスクラップにしてやっかんな。さあ行くぞ。何あれ。ほっとけ、あんなやつ。
の子にも嫌われちゃったかな。え、ライム、さあ行こう、オタル。ライム、一番に荷物まとめて出てってやる。喜びやがる、ベラボメ。そうだ、ベラボメ。お前はいいの。そう。面白くねえ。蹴るぞ、ライム。あ、でもまだ花火、ね、花火。いやー、キレがねえ。ゴキゴキ。あなた。おー、これはオタルくん。一緒に甘酒なんぞ楽しみませんか。行くぞ、ね、ライム。あー、また見損なっちゃった。おめえの弟、腹板で寝てんのか。かわいそうに、花火見たかったろうにな。あ、優しい、優しいな、おたるくんは。僕は君のそういうところが好きなんだ。だったの、何でもいいからくっつくなよ。あ、でもな、でもな、おたるくん。いくら優しいと言っても、マリオネットに優しくするのは筋が違うんでないかい。マリオネットは機械だよ。人間じゃないんだぞ、おたるくん。好き好きは好き好きって天罰で、わ、若旦那大変でしょ。交尾お庭番バイコー、同じく玉三郎、ガルトラントの手のものか。逃がさん。僕のうちが。ざまあみろい。おたるくん、全言撤回だ。君は全然優しくない。若旦那、大変です。夢二坊様がまだ中に。なんだと。夢二、お兄様。くそ、おたるくん、何すんだ花形。ダメだよ、おたるくん、死ぬ気か。バカ、てめえの弟がまだ中にいるんだぞ。無理だよ、もう間に合わないよ、おたるくん。だからってこのまま指くわえて見てられるか。君まで死んでしまうぞ、おたるくん。うるせえ、足上がれ、腰抜けろ。無理じゃって、おたる。そうだよ、気持ちはわかるが、あれじゃ。おお、今飛び込んだら無駄死にだ。かわいそうだが、坊主はもう死んでるよ、おたる。おたる。
捨てる決めんな。もし生きてたら俺たちはみんな人殺しだぞ。オタル君ダメだって。ライム、オタル僕が行くから。バカ、分かってねえなお前。もし爆発に巻き込まれたら大丈夫だって、僕ただの機械だもん。大丈夫。ライム、ガルトラント総統、ファーストの手先だな。狙いは何だ。くそー、狙いは、そいつらはただのダニだ。我がガルトラントの名誉のため我々はその駆除に参上した。ファウスト閣下より家康公へよろしくとのこと。前たちはでは近日改めて。ライム、ホタル、くんぬわ、てめえらのせいだぞ。てめえらのせいでライムは、あれ見てみ、寝とるんじゃい。そんなこったから仕事が定まらねえんだよな、ライム。なあのう、オタルよ、ま、中には愛すべき不良品ってのもあらな。のう、みんな。そうそう、誰だ肉麺やっちゃ僕不良品バカ。おー、グッモーニー、オタルくん。花形、なんでお前今日からここに厄介になることになってな。まあ、お隣同士よろしく頼まれてやろっかな、なんて思ってます。なんてこって。オタル、ご飯食べよ、ね、ね、ね。まあ、いっか。よし、ライム、朝飯食ったら一緒に仕事探しに行くぞ。オタル君、それなら僕も。おめえはいいの。なんでそういうこと言うの。そう、そんなこと言わずにさ。うるせえな、もう。なんでなんだよ。ご飯食べよう。やだ、オタル君。